蓋を開けると、うわー、木のいい香りがします。こちらは食材と木を一緒に丸ごと焼く調理法なんです。そして使っている木がこちらなんですけれども、福井県の間伐材を活用しているんです。こちらはシダープランクというアメリカではよく知られたバーベキューの調理法です。水に浸しておいた杉の板にサーモンや鶏肉、タコなどの食材を乗せ板ごと焼いていきます。板の水分で蒸し焼きとなり食材がふっくらと仕上がります。おー、うまそう。この日はアウトドア用品を扱う会社の社員に向けて体験会が開かれていました。これはうまい。一番いいサーモンの食べ方です、うん、口に広がりますね。こうなんかほんのりこう針葉樹のこの香りと、うん、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。私も試食させてもらいました。いただきます。ふっくら、うん、杉のこの木のいい香りが食材に移って、ちょっと燻製のような感じでしょうか。とっても美味しいです。開発したのは堺市丸岡町の相原俊治さん。相原さんは兵庫県出身で、東京での会社員生活を経て3年前、母の介護のためにと丸岡町竹田地区へ移住しました。もともと母親が田舎育ちだったもので、こういう田舎の環境で過ごせたらなというところ でちょっと決断をいたしまして、3年前に竹田に移住してきました。すごく静かですし、あと周りの方々もすごく温かく受け入れていただける、まあ、そういう環境だったもので、親子ともども安心して今暮らせてます。就職したのはセルフネンという地元の製材所。そこで目にしたのは端材や在庫がたまった木材倉庫。建材ロスと呼ばれ、廃棄するしかありませんでした。相原さんは社内に竹比べ製材所というプロジェクトを立ち上げ、余った木材からシダープランクを開発しました。木の素人からすると、まだまだ使えそうな木なのにもったいないな、何か使えないかなっていうところでいろいろ試案した結果ですね、まあ、やはりこういう端材も含めてなんですけども、主に福井県のその間伐材を活用してるんですね、まあ、それを付加価値をつけてこう製品化していくことで、間伐がどんどんスムーズに進めば森や山もきれいになりますし、引いては自分たちの暮らしに跳ね返ってくるというところで、いい試みになるんじゃないかなと考えてます。そんな相原さんのものづくりを支えているのは堺市内の高齢者の皆さんです。きれいになったわ、すべすべ、見てここ。シダープランクの磨きや梱包作業をリハビリの一環として受け持っています。やっぱり元気なおじいちゃんおばあちゃん多いですし、そうすると手先のそういうリハビリにもなればというところで、やりがいが出てくればいいかなと思ってます、はい、まだまだ人生長いですから、はい、そういうところをちょっとライフワークとしてどんどん竹田を一緒に盛り上げていただけたら嬉しいなと思ってます。自然の恵みを活用して地域の元気も生み出す相原さんが明日へつなぎたいものは、まあ、竹田のですね、この自然を生かしながら、このシダープランクを通じて、まあ、ロスを減らしたりするだけじゃなくて、やっぱ地域の活力、そういったところに貢献しながら竹田の明るい未来につなげていけたらな、そのように考えています。